ヒストン H1 は、真核生物細胞のクロマチンの構成要素となる5つの主要なヒストンタンパク質ファミリーの1つである。ヒストン H1 は、高度に保存されているものの、生物主観の配列の多様性は、ヒストンの中では、最も高い。H1 のヌクレオソーム上の位置の模式図。構成動物の H1 タンパク質は、 中央部の球状のウィングのヘリックスドメインと長い C 末端テール、短い N 末端テールという特徴を持つ。H1 はヌクレオソームの数種玉状のビズオ音、A ストリング構造から工事構造へのパッキングに関与しているが、その詳細は未解明である。現生生物や細菌に存在する H1 はヌクレオタンパク質 HC1、HC2 として知られ、 中央部のドメインと N マッタンテールを書く。H1 はコアヒストンと比較して保存性が低い。球状ドメインは H1 の最も保存性が高い領域である。他のヒストンとは異なり、H1 はヌクレオソームのビーズを構成しない。H1 はビーズ構造上に位置し、DNA がヌクレオソームの周囲を巻くよう適切な位置に維持している。 ヌクレオソームのビーズは4種類のヒスト2分子ずつから構成されるが H1 は1分子である。ヌクレオソームへの結合に加えて H1 タンパク質はヌクレオソーム間のリンカー DNA に結合しジグザグ型の30ナノメートルクロマチン繊維の安定化を助けている。ヒストン H1 に関しては生成されたクロマチン繊維を用いて多くの研究がなされている。 天然のクロマチンや再構成されたクロマチンからリンカーヒストーンを除去すると低診透圧条件下で30ナメートル繊維からビーズオン A ストリング型のクレオソームへ工事構造の解消が促進される。H1 はリンカー DNA の露出部分を短くしてそれの井戸状のクロマチン繊維の形成を促進しているのかそれともリンカーの長さには 影響を与えることなく単に隣接するヌクレオソームの角度の変化を促進しているだけであるのかは明確ではない。しかしながら、リンカーヒストンは強力な601ヌクレオソームポジショニングエレメントからなる合成 DNA を用いてインビトロで再構成されたクロマチン繊維の凝縮を駆動することが示されている。ヌクレアーゼ分解実験や DNA フットプリンティング 実験からは、ヒストン H1 の球状ドメインは、ヌクレオソームのダイヤド部分の金傍に位置していることが示唆されており、ヒストン H1 の存在によって、さらに約1530円基体の DNA が保護される。また、最高性クロマチンを用いた実験では、H1 の存在下では、ダイヤド部分には、特徴的な DNA のステムモチーフが生じることが示されている。 H1 の機能に関しては、見解の相違が存在するものの、一般的に受け入れられているモデルは、H1 の球状ドメインはヌクレオソームへ入る、DNA と出る DNA を加強して閉じ、テール部分は、リンカー DNA に結合してその不電化を中和する、というものである。H1 の機能に関する実験の多くは、低員条件下で生成されプロセッシングされた、クロマチンを用いて行われているが、 インビボでの H1 の役割に関してはさらに不明な点が多い。細胞を用いた研究では、H1 の過剰発言は、核の形態とクロマチン構造の異常を引き起こすこと、H1 は遺伝子によって、転写の性の調節因子としても、負の調節因子としても作用し得ることが示されている。ツメガエルの卵抽出液では、リンカーヒストンの除去によって、分裂期染色体の長さは、 約2倍となり、過剰発言では、染色体は分離不可能な塊へ過剰凝縮される。多細胞生物では、H1 は、複数のアイソフォームがいくつかの遺伝子クラスターとして存在するため、インビボでの H1 の完全なノックアウトは行われて、いないが、テトラヒメナ、白イヌナズナ、センチューショウ、症状映え、マウスを用いて様々なアイソフォームを様々な程度で、 除去する実験が行われており、核の形態やクロマチン構造、DNA メチル化、特定の遺伝子の発現などに生物種特異的な様々な欠陥が生じることが示されている。核内のヒストン H1 の大部分はクロマチンに結合している一方で、H1 分子はかなり効率でクロマチン間を移行することが知られている。こうした動的なタンパク質がどのように クロマチンの構造的構成要素となっているのかを理解するのは難しいが、核内での定常状態の平行は H1 とクロマチンの結合がかなり有利であることが示唆されている。このことは、そのダイナミクスにもかかわらず、どの時点においても大多数の H1 はクロマチンに結合した状態であることを意味している。H1 は DNA に力がかかっている状態や、 クロマチンの組み立て時において DNA を圧縮して安定化することが示されており H1 の動的な結合はヌクレオソームを除去する必要がある状況下で DNA を保護していることが示唆される。クロマチン上でのヒストン H1 の動的な交換には細胞質の因子が必要であるようであるが具体的には未動定である。H1 のダイナミクスの一部は オーグリコシルカとリン酸化によって媒介されている可能性がある。H1 のオーグリコシルカはクロマチンの凝縮を促進する可能性がある。寒気の間の H1 のリン酸化はクロマチンに対する神話性を低下させることが示されており、クロマチンの脱凝縮と活発な転写を促進している可能性がある。しかしながら優位と分裂期のリン酸化は H1 の染色体に対する神話性を増大させ、染色体凝縮を促進することが示されている。動物の H1 ファミリーには複数の H1 のアイソフォームが存在し、それらは生体内で異なる組織と発生段階で発現しているものや重複した領域で発現しているものもある。こうした複数のアイソフォームが存在する理由は明らかではないが、 ウニからヒトまで進化的に保存されていることやアイソフォーム間のアミノ酸配列の大きな異は、これらが機能的に等価なものではないことを示唆している。一つのアイソフォームはヒストン H5 と呼ばれ、このアイソフォームは鳥類の赤血球にのみ見られる。他のアイソフォームとしては卵母細胞、受精卵型アイソフォーム H1M があり、ウニ、カエル、マウス、そしてヒトにも存在し、 肺では、体細胞型アイソフォーム H1AE や H5 に似た H1.0 アイソフォームへと置き換えられる。H1M は体細胞型アイソフォームよりも多くの不電下を持つにも、かかわらず、爪ガエルの卵抽出液中の分裂期染色体に、対してより高い親和性で結合する。他のヒストンと同様、ヒストン H1 ファミリーも広範囲にわたって、翻訳語就職を受ける。 セリンとスレオニンのリン酸化、リジンのアセチル化、メチル化、ユビキチン化などが含まれる。こうした翻訳語修飾は様々な機能を持つが他のヒストンの翻訳語修飾を比較して研究は進んでいない。ありがとうございます。